ありがとうってね、よかったーみたいな感じになるよな。ちょっとなんか喜び方がわかんないっていうかさ、ちょっと戸惑っちゃうよ、サプライズの時ね。うん、そうそう、ちょっと演技入っちゃうんだよね、ちょっとね、困っちゃってね。おもろっ。マジックテープの財布使ってる人、それヨギママじゃん。ね、これあれなんだよね、とか言ってね、カッとか言ってね、あしたこれ、こんながさ、これ、ちょうど使いやすいんだよね、これ、カッとか言ってね、カッとか言ってね、パリパリパリとか言って、か焼肉屋さんとかでさ、ペリペリやるもんね、パリパリパリとか言って、そん中に30万ぐらい入ってんだよ、毎回。マジックテープの中にお札がバサッて入ってんだよ。びっくりだよね。あ、ちなみに今週の土曜日、ヨギママとね、コラボするんで、ね、今、真似したヨギママちゃんと、流しそうめんをね、このお家でやるんでね。ちょっとみんな、私のモノマネがどんだけ似てるかっていうのをね、見てくれれば。そう、流しそうめんの機械も買った7000円のやつね。ね、ヨギママと流しそうめんするために結構でかい160センチぐらいある流しそうめん機械を買ったんだよね。うん、いやー、ヨギママとやっちょくん合わせない方がいいんじゃないかな。なんか喧嘩になりそうじゃない？どうだろう、ヨギママとやっちょくんの相性ってどうなんだろうな。ちょっと未知数でね、そこね。ん？なんだって？やっちょくん。あ、僕のライブ。ヨギママね、ライブとか好きで、よくね、そういうとこ見に行くみたいだから。だから誘ってみようかなってね。やっちょくんのライブも。今週はちょっと、やっちょくんもスケジュールあると思うかな。まあ、これんだったら来てもらいたいけどな。でも、ヨギママ誘っちゃったし、どうだろうね、その組み合わせ。その組み合わせすごいね、その3人の組み合わせね。第1木曜日の6月8日？あ、ライブがね。6月8日木曜。あ、はいはい、行きます、行きまーす。なんか他にも誰か誘うかな、リスナーさんとかに一緒に行きたい人ね。ヨギママがもう帰るとか言いそう。あ、だから、ね、予想するのはあんたたちゃうねえ、そうやって二人で仲良くしてればいいじゃん。カッカッカッとね。私はお邪魔とか言ってね。先に失礼しますとか言ってね。もういいですとか言って。タクシー呼ぶからとか言ってね。でもね、なんかそんな感じだよね。気遣いなんだけど、なんか下手くそなんで、そういうとこね。言い方とかね。誘ってくれたら来るって？土曜日？どうだね、ヨギママばっくれないかな。やっちょくんとヨギママって会ったことあんのかな。そこだよね。ちょっとヨギちゃんに電話してみよう。ヨギちゃん今日 いないけど、また病院かな。ヨギちゃんにも聞いてみようかな。やっちょくん来るけど、来るみたいな。おはようございます。どうしたの？具合悪いの？いや、なんか、まだ寝て起きて1時間も経ってないから、ね、え、何、夜更かしをしてたの？夜更かしをしてたの？いや、何、どうしました？
なんか流しそうめん、やっちょくんも来る、来たらどうする、来たらどうするって言い方もあるんだね。私あんまその関係性がよく分かってないからね。私の彼氏を紹介したいんだけど、お友達のヨギちゃんに。彼氏なの本当に？彼氏よ。みんななんか違うって言うけどじゃん、なんか最初みんなそう言うじゃん。うん、うん、だいたいね。結婚する限定に付き合うの？ん？結婚する限定に付き合うの？結婚はまだ早いんじゃないかな。いいんじゃないか。私もやっちょさんには一回お会いしたことがあるから。どこで？あ、青壁で。そうあれ以外お会いしてないからね。じゃあ NG とかじゃなく問題はないってことかな。別に問題ないわよ。だってメイン彼氏さんやっぱ呼ばなきゃ意味ないじゃない。じゃあヨギママに紹介したいなと思って。あ、そうなの。いいわよ。私はほら一番最初に、うん、私はほら時間通りに開花通りに時間に行くから。うん、うん、じゃあやっちょさんはいらっしゃるのね。うん、もしかしたら来るって感じ。わかったわ、了解しました。うん、じゃあよろしくお願いします。はーい、じゃあ土曜日に。はい。まあ大丈夫みたいなね。流しそうめんね、みんなでやった方がいいよね。そう、二人とかより大人数でわーってやった方がなんか楽しいよね、多分ね。おっきい機械だしね、みんなで行くよーっつって流すよーっつってね。うん、なんかそういう感じだよね。家族とかでやるときもそうじゃん。あの具材用意して、じゃあ今からやるよーっつってね。で、みんなで家族でやるみたいな。うん、カレー、え、何、やっちょくんがモンジョリリスナーも来てる。あ、ライブ、ライブ行きたいっていう人、やっちょくんの。私にも会えるよ。で、場所にもよるのよね。場所。え？あ、ゆりちゃんは来る？ゆりちゃんは。あ、新宿。あ、じゃあちょうどいいね。新宿。新宿だって。あ、でもそこでステッカーとか配っちゃあれかな、やっちょくんあれかな、ダメかな。せっかくだったな。売りはしないけど、無料のやつあげたいんだけど。ん？あ、全然ありだって。オッケーオッケー。あー、木曜日だって、平日。でもあれなんか何人入るんだろう。ねえ。何人入るんだろう。100人ぐらい入るのかな。それでなんか入りきんなかったら嫌だよね。クラスターはどうなるんだよ。だってもう緊急事態宣言は解けて。あ、そっか。ライブハウスはどうなの。ライブハウスはあれじゃない。ライブハウスはちょっとあれよね。だからアルコールとか持ってこうかな、私。ライブハウスは微妙？あ、解禁したんだってよ、解禁。ライブハウスを解禁したって言ってるよ。どこ情報。もう、あ、人数制限とかあるの。え、逮捕されるとかないっしょ。あ、だから何人以下のキャパだったら OK とかあるのかな。例えば30人以下だったら OK とかね。30人以上は自粛してくださいみたいな、やめてくださいみたいな。30人だっけ。
ちょっとね、ちょっと大丈夫かな、それ。大丈夫っすかね。ちょっとなんか不安な感じの空気感ですけど。大丈夫かね、本当にね。そこで配信も回しちゃったらちょっとね、大丈夫かね。大丈夫っすかね、本当に。ああ、だから、ヨギママと数名ぐらいのがいいのかな。じゃあ、なんか、人数を絞ろっか、10人ぐらいとかね。あんまりガチャガチャいっぱいになっちゃっても、そうだよね。だってライブハウスとかで、だって韓国のクラブとかでね、多い方が助かる。どっち、どうしよう。ねえ、ちょっとやってあげたいけど、なんかあったら怖いな。多い方がいいよね。まあ、5人とか10人だったら大丈夫かね。ホストクラブとか言って。ホストクラブ。大丈夫かな。私だけでいいんじゃない、ぶっちゃけ。ねえ。それで配信すればみんな見れるもんね。あ、それじゃダメなのか。人を入れなきゃと。オンラインライブでいいじゃん、オンラインライブね。ん？断ることはあ、でもね、一回行きたいなと思ってたんだよ、ライブはね。一回。一度ね。いいんじゃない？私だけだったら、私とヨギママだけだったらいいんじゃないの？ねえ。端っこの方でね、ジャスタウェイじゃなくてなんだっけ？なんか言葉あるじゃん、なんだっけ？あの、密室を避けるみたいな。なんだっけ？フリートークじゃなくて。なんだっけ？あれを気をつければいいんじゃない？なんだっけ？ソーシャルディスタンスだ。そうそう。ソーシャルディスタンスを心がければいいんじゃないの。うん。あ、みーみーちゃんお茶ばっかりありがとう。かわいいかわいい。よしよし。これソーシャルディスタンス。3密とソーシャルディスタンスだよね。でもさ、昨日夜の街をお散歩したんだけど、ちょっと何？藤沢なら来場予定って告知されてる？あ、もうすでに？あ、もうすでに告知済みとね。うわ、すごいね。ラブラブね。ラブラブラマ。じゃあそう、みんなね、そういうこと言わないの。ね、彼女をお披露目で、彼女をお披露目ということでね。そうやってやってくれてんだからさ、お披露目したいってね。みんなにラブラブを見せたいっていうね。あ、エンタンちゃんお茶ばっかりやっと。よしよし、かわいいかわいい。だから、私はヨギママと二人でいいじゃん。それで、あとは来たい人は来たいみたいなね。来ればいいって感じじゃない？あとはもう自己責任っていうかね。そういう感じでいいんじゃないの？ねえ。来る人は自己責任って感じで。どうにでもなれみたいな。ねえ。
無観客ライブしたら好感度上がる。ああでも今みんなそうだもんね、無観客ライブとか。こないだほらアシカのショーも見たじゃんね、オンラインでみんなね、そういう風にやって好評を得てるよね、みんなね。ありがとう、みたいな。逆にああいうので宣伝になったりね、行ってみようとかなるじゃん、今度ね。そういうやり方もあるよね。うん。コロナならへんから、解禁してるから国があってね。うん。まあまあね、カレッピが言うことだからまあ従いましょう、ね、男にやりたいというのがやろうよ。炎上はしないと思うよ。どうなんだろう。いいじゃない普通のライブでね。いやいや、そんなにめちゃくちゃ集まんないでしょ、ライブだから。ねえ。めちゃくちゃ集まんない、ライブだもんだって。女ね、入りきんないぐらい集まっちゃうってことはないしよ。目的はライブだからさ。うん。あんたの彼氏大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫、何そういうこと言うの。いじめないでちょうだい。そうやって毎回毎回ね、ガチャ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 ね。言えばいいってもんじゃないの、そうね。相手の気持ちを考えてあげて。ね。今までもうずーっと家でね。ね。家でずーっと自粛してて、やっと外に出れるようになんだから、私たち配信者は。もうお手伝いね、まずはね。一発目の。あ、野外ライブとかどうなんだね。会場を変えるって言うのもありだよね。野外ライブどうだろう。それもそれでなんか問題ないそうだけどな。野外の方が人集まっちゃうんじゃないの、室内よりも。ね、なんかみんなあれでお布施を持ってこなきゃダメよ。私はいらないから。彼氏にね、お布施。それでまあチェキとかね。グッズとか買ったりとかさ。だからあの二人のグッズを作ればいいんじゃないの。ダブルグッズみたいな。やっちょ&ならっていうね、グッズを作って、そこでね、販売すればいいんじゃないの。プレミアムグッズみたいな。うん、1000円とかだったら買うしよ。いや、グッソーのあれは、あれはあれでね。カズグンソーとのコラボの T シャツは、あれはね、予想外だったんでね。あれはもう申し訳ないよね。そう、3個。T シャツ3枚。いや、でも在庫抱えてないっつってたよ。すごいよね。だから売れるもんと売れないものの差が激しいよね。え、でも、まあまあね、ランキング原因不明なら今日多分おすすめ規制はね、解除とかかかってないんだよね。ランキングをね、昨日反映されないで運営さんに連絡してんだけど、まだ治ってないね。これはまあまあね、原因不明。おすすめ規制じゃないし、今おすすめにいるでしょ。ねえ。お、
ちょっと原因不明なんだよね。だから今日、え、いる？あ、おすすめにはいるでしょ。だ今日もしランキング反映されなかったら多分バグだと思うよね。うん。バグ。だからさ、ママとかにさ、やっちょくん紹介したよね。面白そうだね。ママの どんな顔をすんのかっていうのさ。あんまり顔色とかさ変わんないママがね、どういう顔をすんのかって見ものだよね。紹介してしてたの。で、みんなで一緒にご飯とか食べちゃってさ、家族で。ウケる。あのしゃぶしゃぶとかさ、鉄板焼きとか食べちゃってさ、みんなでね。果たしてミリオンスマイルになるかどうかだよね。みんながミリオンスマイルになるかよ。しかもそれをね、配信をつけないでね、オフモードでね、東京のライブハウスが、解除は6月下旬とかなってるけど、解除はどんなとこなんだろうね。いや、だからやば、あれじゃない？人数によるんじゃないかな。人数。もしかしたらライブハウスじゃなくて、なんか、なんつうの？飲食店とかの可能性もあるよね。わかんないけど。その営業形態が違ったりとかするんじゃないの？公民館。同性婚の届け出そうって。あ、川崎はね、あ、だからいいじゃん。川崎は、あのね、パートナーシップ法案が通るんですよ、もうそろそろ。あのね、何月だったっけな。だから私たち結婚できるのよ。そう。ね。何月だっけな。時代は変わったよね。川崎市。パートナーシップ。パートナー。プフォーは でもさ、まあ、結婚なんつうの、戸籍はそんな戸籍が変わんないかな。そうなんだよ、結局ね、戸籍に入るとかそういうわけじゃなくて、証明書をもらえるってだけだからね。これ生きづらさ解消へ、川崎がパートナーシップ、制度案ね。川崎市は、9日性的少数者 LGBT などのカップルをパートナーとして法的に、認証する性的パートナーシップ制度の案を発表した。9日っていつだろうね。同様の制度は県内で横浜、横須賀など6自治体で、全国13番目だって。もうそんな増えてんだね。13番目なんだもんね。性的少数者のカップルが対象。川崎市内在住か、転入予定の成人で、受領書が交付されると。だから、これがいいとこは、なんつうの？
例えば公共料金、例えば携帯電話とかさ、この証明書が出せば家族と認められるんだよね、一緒に住んでれば。だから家族割とか聞くんだよ。うん。あとはまあ緊急事態の時だよね、例えば病院とかね、ねえ、家族しかダメっていう場面でも証明書を持ってればね、そう、面会とかもできるし、結構多いんだって。そうできない今まではね、うん、そういう場面でも使えるし、まあ、いろんな制度が使えるとね、まあ、それがもう始まると。え法案っていうか、多分条例だから、そんなに効力はないんだよね。法律じゃないからさ。自治体の条例だから、まあ、うん。まあ、できることとできないことが、まあ、同等だよね。同等の権利を与えようみたいな。普通のね。あ、だからそういうで、ね、死んだ時の保険金の受け取りとか、財産とかね。そういうのでも結構、大変みたいよ。昔の人とかはね。食いっぱぐれないって言われてる。何食いっぱぐれないって。どういうこと？食いっぱぐれがない？どうどうだろうね。食いっぱぐれがない。あー、ネタに困んないってことね、配信の。そうでしょ、そういうことね。だ、結婚式はそうね。やっぱあそこかな、芸能人がやるところね。なんとかの間ってあるじゃん。よくほら、記者会見とかやるさ、なんだっけ、あそこ。なんか記者会見とかやるさ、大きい広場みたいのあるじゃん、なんとかの間。商店の間か。あそこでやろうよ、披露宴は。ねえ、リスナーさん呼んで豪華にね。貸し切って。え？あ、飛天の間っていうの？飛天の間やん。あそこでやろうぜ。多分1000万ぐらいかかんでないの？ 1000 万ぐらい。ん？だから、キートスだよね、キートス。ね？キートスで1000万円集められるんでね。みんなで、ご祝儀代わりにね、キートスしてもらって。うん。で、そういうね、ウェディングドレスとか衣装もキートス。沖縄で疑似結婚式。あー、面白い、それ。沖縄旅行行って。あ、いいね。これはいいわ。やってみたいな。沖縄で結婚式ね。壮大な企画だね、それは。それやってみたいな。いや、ハチ君の当てつけじゃないからね。ハチ君は沖縄だけど、普通に当てつけ、沖縄行ってみたいなと思ってたしね。沖縄旅行企画いいね、今年。ちょうど事態宣言も解除されたし、安いしね、今ね。ちょっと、沖縄行きたいなぁ、旅行。今ぐらいがちょうどいいんじゃない？沖縄。ねえ。沖縄、あれだよね、暑すぎるとあれだもんね。ん？今、梅雨なの？沖縄。あー、じゃああれかな。でもまあ人少ないからいいよね、今ね。うん。
へー。9月だとさ、だってさ、日焼け対策しないと火傷したんでしょ、あれって。沖縄ってちょっと怖いよね、日焼けがね。一応ね、美肌で通ってんね。やっぱシミとかね、そばかすになっちゃったらやだな。もう火傷するぐらいのレベルなんでしょ、あの沖縄のあれは。うん？そうでしょ、火傷で眠れないぐらい長袖を着なきゃいけないんでしょ、海とか泳ぐときは。半袖なんかで泳いじゃったらもう火傷、大火傷みたいよ、夏は。ねえ、いや結構すごいらしいよ。沖縄の人が言ってたよ、それ。沖縄の夏はやばいって。長袖じゃないともうほんと火傷するよみたいな。半袖泳ぐ人なんていないんでしょ。お客さん、お店のお客さんが言ってたね、沖縄の人が。やばいよって。もうズルム県庁になっちゃったよ。うん。だから沖縄行くときは、長袖を持ってった方がいいよって。暑い。これいつ終わんの？マジ。もうやだ、この髪の毛。宿毛矯正かけたばっかなんだけど、なんでここまでしなきゃいけないの。ひどくない、この髪。こないだ宿毛かけたばっかだけどね。普通宿毛かけたらアイロンなんかしなくていいんだよね、本当はね。やっぱ失敗なのかな、これ。トリートメントもしてる今、いいやつ。あの美容、こないだもらった美容室のトリートメント、なんだっけ、あのボトル。でもね、これは結構新しいやついいよね。この間もらったやつすごいね、匂いがいいし。あ、落ち葉かありがとう。よしよし、かわいいかわいい。オージュアじゃなくて、なんだっけ、あの美容室のこんな太いボトルのやつもらったじゃん、2本。なんだっけな、名前。名前が思い出せない。あ、ドルチェ、ドルチェ。ドルチェってやつ。すごいね、いい匂い、これ。もうね、めちゃくちゃいい匂いよ、これ。甘ったるくて。髪もね、ツルツル。結構ツルツルになる。なんか、女って感じる匂い。そう、ドルチェ、ドルチェ。女って感じ。さあ、今日9時になったらちょっとね、外配信行くんで、お散歩しつつ、今日は、お蕎麦屋さんね、美味しいお蕎麦屋さんがあるみたいなんで、ね、そこにちょっと食レポをしにね、うん、行こうかなと。結構ね、お店の情報を見たけど美味しそうよね。天ぷらそばとかもあるし、結構美味しいお蕎麦屋さんみたい、おすすめの。ね。で、あと、なんつうのかな、結構ショッピングモールみたいなのもあるしさ、近くにね。遊べる場所もあるんで、公園とかもね。いや、知り合いの知り合いのお店だから、OK みたいよ。で、配信も見てくれてるみたいなんで、リスナーさんのお店なんでね。OK! 今日は。許可は OK です。ん？安心安全です、今日は。完璧よ。
まあなるべくね、こう気を使いながらね配信するんだよね。そう、お蕎麦ね食べたくなんだよね、マジだから。どうやって行こうかな、タクシーで行こうかな、それとも電車で行こうかな。電車で行くとなると結構あんだよな。歩いてはいけないと思うよ多分。どうだろうね。あ、なんかやっちょくんから LINE 来てる。あ、美容師さんを紹介できるって、無料で紹介できるって。無料でやってくれんの、すごいね。宿毛矯正も無料でやってくれるかな。ねえ、宿毛。配信は OK なのかな、わかんない。どうなんだろう。お店が11時から開くね、お蕎麦屋さんね。8、9、2時間ぐらいあるか。ここだ。あれ？こんな近くなの？結構近いね。これ間違えてるかな、私ここ。歩いていけるかもね、これだったな。場所が違うね、これ。こうさ、食べログとかってさ、住所載ってないよね。これムカつかない？なんかさ、住所の情報とか載ってなくない？下に載ってる？どこに載ってんだ、これ。ウェブで続きを見る？載ってないんだけど、住所。いや、乗ってない乗ってないよ。どこで見んの？外観、あ、その他ってとこ？乗ってないよ、下のとこなんて。地図のところ？食べログだよ、食べログ。地図なんてないけど、電話しか載ってないよ。地図のとこ？トップページ、メニュー。あ、これね、地図だ。あった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 。あ、これだ。ありましたね。コピペできないのね、これね。まあ、ムカつく。コピペができない。嘘でしょこれ。住所コピペできないのこれ。って読むんだろう、これ漢字。牛？
待ってね、調べてかないとさ、わかんなくなっちゃうからさ、初めて行くところだから。ここか。あ、車で12分だね。車で12分で、徒歩だと53分か。予約なしっていうか、もう行くことを伝えてあるからね。まあ予約みたいなもんだよね。電車だと43分だって。で、11時オープンだから9、10。そうだね。電車で行った方がいいかな。電車ね。電車だったらちょうどいい時間帯だな、多分。ねえ、近くないね。だからバス乗って電車だね。だから駅も、あー、地下鉄乗っちゃうんだ。電波なくなるかもね。ブルーラインってさ、地下鉄だよね。電波ある？横浜市営地下鉄ブルーライン。電波ある？横浜市営地下鉄ブルーライン。あ、電波ある。あー、じゃあ行けるね。オッケー。じゃ電車で行こう。だからバス乗って駅、最寄りの駅まで行って、さらにそっから乗り換えて、遠いなこれ。結構たく車だと12分なんだけどね。でまたタクシー使うとお金かかるしね。ねえ、チャリンコなんかで行けるわけないし、危ないよチャリンコね。行ったこともない場所ってちょっとなんか事故りそうだよ、ね。チャリンコはちょっと危険。いやいや、行くけどね、自分で行くけど、ただ時間だよね、11時のオープンだから、タクシーで15分だから微妙だよね、空中2時間だって潰さなきゃいけない時間をね。時間の配分だよね。11時オープン。その2時間何してんのって話でしょ。歩いて行ったら、だから歩いて行ったら、ね？歩きだと、53分もかかんだよ。歩きだと。いや、近くないだろう。53分だよ。3.9 キロ。3.9 キロも歩くの？いやー、だって知らない場所だもん。知らない場所歩くの怖いもんだって。変な人が襲われちゃうかもしんないし。危ないじゃん。知らないとこに行くんだから。いつも歩いてるお散歩コースだったらね、わかるけど、道に迷うってこともあるしね、変な人いるかもしんないね、強姦とかさん。
みんな襲う側じゃない、襲われる側で、いつでも襲ったことなんてないよ男を。じゃあ歩いていく？電車だと、あ、だから、車だと12分。電車だと43分。歩きだと50、まあ1時間ぐらいか、53分だからね。だって初めて行く場所でも迷うよ、絶対。怖いよ。変な人襲われちゃうかもしんないし。このシャツ着てく。そう。あ、この髪の目にしよう。かわいいやつ。あ、これこれこれ。キンキラキンのね。キンキラキンでいこう、今日は。前髪薄めのね。こういう感じで。うん、どう？ちょっと薄め。暑いし、結局前髪ビチャビチャになるからね、私ね。の薄いだけでも全然あれでしょ、顔変わるしよ。ねえ。それでマスクしていけばね。あ、ちょっと新しいマスクの方がいいね、もうこれ。汚いやつ。痩せたよ。3キロ痩せたんだよ。やばいよ、痩せ、ガリガリすぎてね。大変だよ。やった。痩せすぎて。体重は今日は測んない。この服ね、もう脱ぐの大変だから。お腹見せて。あ、今日は低いね、35.8。今日は低め。お腹もだいぶへっこんだよ、ほら。ね、だいぶへっこんだよね。これへっこましちゃったら大変よ、こうやって。もう、うわ、暑い。家ん中暑いな。お外も暑いんじゃないの今日。じゃあ行きますか、歩いて。ちょっと待ってね、これナビゲーションつけれんのかな。なんかどこを見だ、左とかさ。いや、本当に行き方がわかんないからね。これ通りに行かないとね。パッドを持ってこっかな、パッド。これで。これで調べるか。で、これでナビゲーションをつけとけばいいんだね。これなんかベトベトついてる。
よいしょ。これ iPad の方でナビゲーションして配信は携帯でやればね、ダブルで。で OK。 だもうセットしとけばいいんだよね、こっからね、ナビゲーション。あれこれ逆？こうか、こうね、上でこの地図を、コピーしてここに入れればいいんだね、地図をね。あ、めんどくさい。あ、その電話、あれだ、メモ帳に。あん、もういいや。使い方がわかんない。どうやってやんのこれ。これで合ってんのかな。あ、オッケー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 。で、徒歩で出発。これで OK。 これ OK ね。今ナビゲーションが出たんだよ。ね、これで音を出しとけばいいんだよね。喋るようにね。ほんと初めて行くところだから全然わかんないんだよ。それで、Wi-Fi はこれをね、あれをすればいいのね。インターネット共有を。で、Bluetooth をつけてあげたいんだな。Bluetooth で、オンになんないね。なんだろうこれ。Bluetooth がオンになりません。あ、出た出た出た。これで OK だね。これでここがつながると。OK。よし、行こう。テザリングした、今、テザリング。で、あと、タバコと、テザリングになってる、テザリング。タバコと、ちょっと一服してから行こうかな。出るのに大変、いつも。トイレはさっきした。なるほど。で、間にコンビニもあるんでね。オッケーよ。どこのお蕎麦屋さん行くか、ちょっとね、内緒。着いてから教えるね。今日は完全バックアップのもと行くんでね。うん、もう食いまくるゆっくり。雨降るのは多分こっち夕方ぐらいだよ。さっき調べたけど夕方過ぎぐらい。あ、だから帰りに今日の夜の料理配信の具材を買う。今日夜何作ろうかな。
料理配信。カツ丼とかでいいかな、楽だから。丼物が楽でね、親子丼とかね。丼物作ってないんで最近。タコライスは作った。コロッケも作った。うん。巻き寿司だとね、ちょっとね、予算オーバーだよね。寿司だと。そぼろは作ったよ、三色丼ね。結構作ってるよね、私ね。ねえ。何品作ったん？この2ヶ月間で相当料理作ったよね。過分ないで。あ、天丼ね。天丼いいんじゃない？映えるね、天丼ね。まあ、予算オーバーになるけど。餃子の中身丼なんて美味しくないよ、あんな。餃子作ればいいんだよ。そういうさ、なんかの代用とかリメイクとか私大嫌いなの。例えば納豆トーストとかさ、もうそのまんまで食べればいいじゃんって。一食だいたい2,000〜3,000円かな、料理配信は。予算で言うとね、だいたい2,000〜3,000円、料理配信一回すんのにね。いや、高いよ。だ料理配信はもうサービスみたいなもんだよね。だっていい材料とか私買うも必ず高い、一番高いもの。お肉でも一番高いやつ。調味料でも高いやつ、一番ね。そう。いいものを使ってるからね。あの、スーパーの中でね。うん、それが捨てられていくと、かわいそうなことに。よし、行くよ。さあ、あ、いや、もうトイレしたくなった。危ない。いやー。11時オープンに間に合うかな。じゃあちょっと外配信に切り替えてね、お蕎麦屋さん、美味しいお蕎麦屋さんに今から行くんでね。まあ1時間ぐらいかな、歩いて行きますんで。かなりね、美味しいみたいよ、おすすめの。歩いて1時間、まあプラプラ話しながら歩いてたあっという間だよね。よし、じゃあちょっとね、こっちの方に切り替えるんでね。はい。じゃあいきますよ。お外配信。日焼け止めはいらない。いきます。5、4、3、2、1、切り替えます。